ゲームの歴史、それははるか5000年の昔、古代エジプトにまで遡るという。古代におけるゲームは人間や王の未来を予言し、運命を決める魔術的な儀式であった。それらは闇のゲームと呼ばれた。今、千年パズルを解き、闇のゲームを受け継いだ少年がいた。光と闇、二つの心を持つ少年。人は彼を遊戯王と呼ぶ。